スコット・アライン・アレクサンダーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、そのマグン・サンタローザ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。2007年の MLB ドラフト37巡目で、シンシナティレッツから指名されたが、契約せずに、ペパーダイン大学へ進学した。そのま修立大学在学中の2010年、MLB ドラフト6巡目で、 カンザス式ロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、アイダホフォールズチュカーズで、プロデビュー。12試合に登板して1勝6敗、防御率5.7341奪三振の成績を残した。2011年は、プレーしなかった。2012年は、ルーキー級アリゾナリーグロイヤルズと A 級、ケーンカウンティクーガーズでプレーし、 2球団合計で11試合に登板して2勝4敗、防御率2.5231奪三振の成績を残した。2013年は、A 級歴新ントンレジェンズ、A 級ウィルミントンブルーロックス、AA 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレイし、3球団合計で41試合に登板して5勝1敗、3セーブ、防御率3.0077奪三振の、 成績を残した。2014年は A 級ノースウエストアーカンソーとトリプル a 級オマハストームチェイサーズでプレイし、2球団合計で46試合に登板して2勝4敗、3セーブ、防御率4.5249奪三振の成績を残した。2015年、マイナーではトリプル a 級オマハでプレイし、41試合に 登板して2勝3敗14セーブ、防御率2.5650奪三振の成績を残した。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。翌2日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは4試合に登板して、防御率4.503奪三振の成績を残した。2016年は17試合に登板して、 防御率3.3216奪三振の成績を残した。2017年は7月2日のミネソタツインズ戦でメジャー初勝利を挙げた。この年は左のリリーフとしてメジャーに定着した。最終的に58試合に登板して5勝4敗、4セーブ9ホールド、防御率2.4859奪三振の成績を残した。また、 ゴロ率73.8%はこの年の10イニング以上投げた投手の中では両リーグ最高だった。2018年1月4日にロイヤルズ、シカゴホワイトソックス、ロサンゼルスドジャース間の三角トレードでドジャースへ移籍した。ツーシームを主体にしてゴロを打たせるタイプである。投球全体の70%以上がシンカーで占めており、 2017年には88.3%を記録している。ありがとうございます。